決定しー、よっ、はい、ということで本日はですね、この真ん中に鎌田くん、最近バリ調子いいっすね。まあ自分でも驚いてるぐらい。だから調子いいっていうか、なんかまあ特定技能率というか超いいところで打つし、基本的に 1試合に1本はもう、まあ最近はね、なんでね、急にこんなね、打てるようになったっすか。まあコンサートで打ってたんだけど、もうこの夏で今、まあ、ここ10試合ぐらいもうずっと打ってるから、なんでこんなに打てるようになったっていう疑問で、見てる視聴者もね、鎌田くんえぐいと思ってるんだ。そのね、理論っていうか、なんでかっていうのを聞きたいんですよ。いや、わからないけど、まあ自分が打席の中で意識してるのは、この構えてる時にどれだけリラックスできるか。だから前も言ったと思うんだけど、前まではなんかめちゃくちゃ硬かった。ここ、いわゆる去年ですよ。そうだね、去年。でも、最近は、この構えてる時に、わかんないけど、その時に、もうほぼこっちの手は、握ってない。ないみたいな、もう支えてるだけ。リラックス、なんか動かしやすいようにしてるんで、確かに鎌田こう打席入る集中するとき、こうやってやって、そうこうやってやるんですよ、こうやってこんな感じで、グーティーみたいな、肩甲骨をなんか、その他に鎌田が取り入れているルーティーンがこちら。このような努力をして、今の絶好調につながっています。あとは、まあ、シンプルに集中させてくれてる、あんまり気負わずに、見てる感じ、なんかポイントが近くなった気がするんだよ。あ、ポイントは、鎌田の去年までいい当たり打っても、多分前で当たったやつ、よくファールとかになるよ、ね、だから今日とかの試合もセンター前打ってたけど、あれ結構ポイント、意外と、ま、去年より近くなってる気がする。だから自然とボールが見えてるのかも。先日行われた試合のセンター前ヒットのシーン。揺さぶりをかけセーフティーバントを仕掛けます。セーフティーバントでファールはカウントの無駄遣いと思うかもしれませんが、鎌田はカウントを作り、カウントによって相手が投げてくるボールを分析しています。左バッターには抜けたインコースが来ることが多かったので、打席を少し後ろにしインを狙います。ポイントを後ろにし、しっかり踏み込み、センター前ヒットで出塁しました。見てる感じ、ポイントがちょっといいポイントで捉えられてる。まあ、自分ではね、わからないから、まあでも、窮屈にはなったなっていう感じはあるんだ。あ、若干ね、この捉えてるときね、それがちょうどいい。今まではない感じ。あ、それが窮屈なんだよね。それが多分ポイントが近くなる。多分そうだよね。去年と比べて違う点はこちら。筋トレや打ち方、そして去年よりポイントを高くするなど、細かな努力が見えます。なお、大宮拳法なのでは、足があるから外野を抜ければホームランになるので、間を狙っているそうです。昔の鎌田ってこうなってるイメージなんだけど、まあ、伸び上がってよくね、今もしっかりこう打ってるから、それもだからこのおかげで、ここでこうはできないから。そうだ、確かに。あとは2021年はレガシーの83センチを使っていましたが、今年は84センチに変えたところ、自分に合っていて84センチを使っているのも調子に関係しているそうです。はい、ということで、じゃあね、早速あの鎌田のね、今年の、はい、もう勝負強いバッティングを皆さんに見ていただいてって形になりますね。はい、でその中で鎌田がね、考えてたこととかナレーションにするので、最初見ててください。それではレッツゴー。ここからは勝負強い鎌田のバッティングをご覧ください。プライドジャパン甲子園決勝戦の動画です。 STBC 先頭バッターは鎌田。カウントはワンワンとなり、3球目、ここは速いまっすぐを打ち返します。打球はセンター前ヒット。最高の形で先頭は出塁します。初回なのもあって、チームに勢いをつけたかったから、絶対に塁に出たかった。ストレートに自信がある投手だから、変化球は捨ててストレート張り、ポイントを近くしフルスイングした結果だそうです。続いては同じ試合、最終回2アウト1、2塁、そして打順は返り、打席には1番鎌田。2アウトランナー1、2塁、ここで点が入らなければじゃんけん以外で勝ちはなくなります。果たして結果は、
捉えた当たりはぐんぐんと伸びていき、右中間オーバーの長打コース。1対1の同点で時間も迫っていました。普段なら信者敦也に任せるが、調子が悪く自分で決める気持ちが強かったそうです。終盤で球威が落ちていたので、センター前の時と同じくストレート張り。去年ならこねてボンフライでしたが、今年は左手で押し込むイメージで打てたそうです。続いてはワールドペガサ杯関東大会1回戦。ツーアウト満塁は続き、打席には好調鎌田。ここで1本出し、勝ち越しなるか。カウントは 1-1 からの3球目でした。ここは甘くなったまっすぐを打ち返します。打球は右中間へ。これはセンター前ヒットとなります。自分にチャンスが回ってきて、前の松がいい形で点を入れたため、気持ちが楽になったそうです。去年は主に2番を打っていましたが、1番になったことによって集中力の面でも去年に比べ成長できていたそうです。続いては同じくワールドペガサ杯関東大会準決勝。そして打順は1番に帰り、絶好調男鎌田が打席へ。カウントは 1-1 から3球目。は真ん中に入ってきた変化球を捉えます。打球はライト前ヒット。3対0で点差が開いていて、とにかく後ろにつなぐ意識が強かった。まっすぐを張っていましたが、うまくチェンジアップに反応できたそうです。この打席もポイントを近めにしたことによってうまく対応できています。去年なら間違いなくこねてセカンドゴロやファーストゴロになっていました。意識を変えることによってここまで成長できることは鎌田が証明してくれました。知らない人もいると思いますが、鎌田は1期生のエースとして STBC に入団してきました。その後肩の負傷で野手としてセカンドを守るも、守備がうまくいかず悩む日々が続いていました。しかし足が速いことから、鎌田を正義監督がセンターにコンバートし、安定感のある守備を見せるようになります。その後は守備の悩みも消え、打撃に集中することができた。そして掴み取った一番、正義監督からの信頼もかなり厚くなりました。今ではホームラン数チームトップの5本を記録、すでに野手タイトル4冠。この調子で頑張ってもらいたいので、皆さん応援してあげてください。はい、ということで見ていただきました鎌田のバッティング、やっぱえぐいね。バケモン、まあ、改めて見て勝負強い、本当にやばいよね。てかホームランすごいよね、今思ったけど。今年、まあ一応今はね、チームトップタイで5本だよね。普通に弾道も上がってんだよね。だから言うたらね、あね、鎌田弾道高いよ。確かに、いや分かるよ、自分でも。ライナー性のホームランはないから。鎌田もともとピッチャーですからね、入って入団したの。炎の子みたいな。え、肩ぶ速攻ぶっ壊して野に転向っていう。前田も野手もね、しっかり活躍してくれてるんで、うん、多分ね、今暫定だけど、多分野手のタイトル総なめできるんじゃないか。そうだよね、あの打点以外は全部いる。今のところこれで、でも打点伸びてきてる。打点も2点差かな、チームと。やばい、チームが1位だから。え、5冠25万。はい、皆さんこれ鎌田さん今年総なめするかもしれないですね。まあ俺がホームラン残すけど、まあまあまあ、あと俺1個聞きたかったの、やっぱりバットとかってさ、やっぱ大事。大事、めちゃくちゃ変わる。あ、変わるんだ。今日ね、そのバットがなくて、そう、うん、その1センチ長い85センチで、まあ、やったんだけど、バットが出てこなかった。ああ、思ったよ。今日のセンター前の時、なんか打った瞬間、うわーって見てる。多分出てこないから、もうあれなんだろうなと思ったんだけど、声出したね。うん、鎌田もすんごいバット気にしてて、いや、バットって大事なんだね。まあ、間違いない、大事だな。その人に合った道具があるからね。うんうん、これからね、あの、まあ、STBC はもう全国行かないとっていうところまで来てますので、3年目。はいはい、まあ、その全国行くためのもう間違いなく鎌田はキーマンですので。間違いない。うん、鎌田の出塁、まあ、バッティングが、まあ、チームをね、大きく左右する場面がまだ全然あると思うんで、はい、あの、これからも活躍してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで鎌田すごいな、頑張ってくれと思った方はチャンネル登録、高評価、通知登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次のビーチでお会いしましょう。バイビー。バイビー。俺も調子いいでバッサンマン。